皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2007年公開の、ボーン・アルティメイタム。現代、ザ・ボーン・アルティメイタム。監督はポール・グリーングラス。脚本はトニー・ギルロイ、スコット・ジーン・バーンズ、ジョージ・ノルフ。主な出演は、マット・デイモン、ジュリア・スタイルズ、デビッド・ストラザーン、スコット・グレン、ジョアン・アレン、など。CIA の極秘プロジェクト、トレッドストーン計画に関する取材を進めていた新聞記者サイモン・ロスとロンドンで接触しようとしたボーン。しかし、CIA の現地要員に監視されていたロスは、若い暗殺者に狙撃されてしまう。ボーンがロスの死の直前に聞いたのはトレッドストーンの発展版、ブラック・ブライアーが進行中という情報だった。というストーリー。シリーズ第3弾。今回も同じキャストやスタッフが結集し、作品のクオリティがさらにグレードアップ。アカデミー賞の編集賞、音響賞、音響編集賞を受賞したのは伊達じゃない。シリーズを通して演出に統一感があり、3作品が巧みに無駄なく繋がっているのは本当に感心させられる。そして3部作を完結させるラストシーンは必見。ということで、評価は。3社。